ジェーン・グドール、ジェーン・グドールは、イギリスの動物行動学者、霊長類学者、人類学者、国連平和大使。ロンドン生まれ、ボーンマスで育つ。父はビジネスマン、母は小説家。幼い頃より動物が好きで、アフリカへ行くことを夢見る少女であった。アップランズプライベートスクール卒業後、オックスフォード大学で、秘書業務に就く。また、アフリカへ向かう。 資金作りのため、ドキュメンタリー制作会社にも勤務する。ケニアで農場を経営する友人宅を訪問した時に、人類学の世界的権威であるルイス・リーキー博士と出会い、リーキーの下で働ける、よう志願する。リーキーは、霊長類学研究、特にチンパンジーの研究に興味を抱いており、グドールを秘書として採用した。リーキーの勧めで、タンザニアのコンベのジャングルで、 チンパンジーの研究を始める。リーキーとグドールは、世界で初めてチンパンジーが草の茎を使いありを取る、行動を報告し、人類固有とされてきた道具を使う能力が、チンパンジーにも存在することを証明した。また、草食動物であると考えられていたチンパンジーが、雑食であること、チンパンジーの性格に個体差があることを証明し、目覚ましい研究成果を上げた。しかし、 世紀の大学教育を受けていないグドールに対し、他の研究者からは冷ややかな目線が向けられた。リーキーは特別基金を設立し、1962年にグドールをケンブリッジ大学ダーウィンカレッジへ進学させた。1966年にケンブリッジ大学で PhD を取得。創立700年を超えるケンブリッジ大学の歴史で8人目と、 なる学士の学位を持たない PhD 取得者となった。スタンフォード大学客員教授、ダルエスサラーム大学名誉客員教授、タフツ大学招聘教授、クリーブランド自然史博物館研究員、南カリフォルニア大学特別招聘教授、コーネル大学アンドルーエ A ホワイト講座教授などの養殖を歴任。1977年に野生動物研究、教育。 保護団体、ジェーン・グドール研究所を設立。2002年に、コフィア・アナン国連事務総長より、国連平和大使に任命される。2003年に、エリザベス2世より、霊長類学研究に対し大英帝国勲章を授与され、デームの称号を得る。2007年、京都大学から、名誉博士号を授与される。現在、執筆の傍ら、世界中を巡り、講演や、 教育活動を行っている。グドールは2回結婚歴がある。最初の夫は、オランダ人貴族で、野生生物を専門とする写真家、映像作家の H ウナービック男爵。1964年に結婚し一難を設けた後、1974年に離婚した。翌1975年に、タヌに所属する政治家で、 タンザニア国立公園公社総裁などを歴任した、ディレクノエル・マックリーン・ブライスソンと再婚した。二人は1980年、ブライスソンの病により死別した。ありがとうございます。